こんにちは、ミユニアチャンネルのみゆきです。夏のレジャーシーズン突入ですね。どこかに旅行に行く予定はありますか？旅行ってワクワクしますよね。でも気がかりなのがお庭の植物のこと。水やりができなくなるから枯れてしまいそうで不安になりますよね。この動画では超簡単にできる旅行中の水やりについて解説します。旅行中の水やり方法はいろんな方法があります。でも私はズボラガーデニングと称して簡単にできるガーデニング情報を発信する身、なるべく面倒なことはしたくないので超簡単にできる水やり方法を厳選して紹介します。私のように楽して旅行中の水やりを乗り切りたいという方はぜひ最後までご覧くださいね。ミユニアチャンネルでは手間をかけずにガーデニングを楽しむズボラガーデニングについて発信しています。興味のある方は最新情報を見つけやすくするためにチャンネル登録をお願いします。旅行中の水やりは本当に気がかりですよね。大切に育てていた植物が枯れてしまったらどうしようと思うと、思う存分旅行が楽しめなくなってしまいます。ご近所さんや親戚に水やりを頼むのが一番手っ取り早いです。もし頼めるなら頼んでしまった方が間違いないですね。でもなかなか水やりしてとは頼みづらいですよね。なので誰にも頼めないということを前提にこの動画ではお話をしていきます。まず地植えの場合は水やりをしなくても大丈夫なことが多いです。ただし植え付けしたばかりの苗は根付いていないので枯れてしまう可能性が高いです。旅行の前はなるべく新たに植物を植えるのを控えた方がいいですね。旅行中に問題になるのが鉢植えです。近年は日中の気温がかなり高くなる日が多いです。それに直射日光が当たる環境で水やりが十分にできないのは鉢植えの植物には過酷すぎます。なので旅行中の水やりでは鉢植えの植物をどうするかを特に考える必要があります。今回の動画では1泊の旅行編、200以上の旅行、それからベランダ編、こちらの2つに分けて水やり方法を解説していきますね。なるべくなら楽をしたいズボラな私が厳選して超簡単にできる旅行中の水やりをご紹介していきます。まず1泊の旅行の場合の植物の水やりについてお話しします。1泊ぐらいだったら特別なことは何もしなくても案外大丈夫。実際に私がやっている方法です。鉢植えは事前に日陰、半日陰になるところに移動しておきます。ここの位置は木陰になっています。そしてですね、旅行に行く日の朝、たっぷり水やりをします。たったこれだけです。帰ってきた時に少し葉はしなっとしていることがありますが、案外これだけでもなんとかなることが多いんですよね。もし熱中に帰ってくるのであれば、帰ってきたタイミングでたっぷり水やりをしておくと安心ですね。帰ってくるのが夜になるのであれば、帰ってきたタイミングで水やりをしないで次の日朝たっぷり水やりをすれば大丈夫です。置き場所がポイントになります。日向に置いたままにしておくと、このように水切れしやすくなってしまうので、日陰に置くのがポイントですね。日陰に置いておけば案外持ってくれることが多いです。室内に入れたくなるかもしれませんが、あまりおすすめはしません。というのも旅行中はエアコンをつけていないですし、窓も閉めっきりですよね。室内は高温になることが考えられますし、植物にとって風通しも悪くなるからです。そのため旅行中に室内に植物を置いておくというのは植物に負担をかけてしまうことになります。だから旅行中に室内に取り込むことはあまりお勧めしません。こちら室内に置かないというのは園芸品種のことですね。観葉植物に関してはお部屋の中に置いておいて問題ありません。日陰に移動してたっぷり水やりをした次の日の夕方がこちら。特に水切れしている様子はありません。一泊程度の旅行なら日陰に移動して水やりをたっぷりするだけで結構耐えられます。とは言ってもマンションやアパートのベランダでガーデニングを楽しんでいる方は日陰に移動するっていうのが難しいですよね。
なのでベランダガーデニングをしている方は次にご紹介する方法を試してみてくださいね。一泊くらいの旅行なら朝たっぷり水やりすれば OK とは言っても、このように土がカチコチで根詰まり気味で普段から水切れしやすい植物は不安になりますよね。そんな時に便利なのがこちら、100均で売っている園芸用吸水キャップです。こちらはダイソーのものです。商品パッケージはこちらですね。フチャンコードは4984355005742です。100円商品でこのように2個入っているのでかなり安いですよね。1個50円です。 Amazon とかでも売っているんですけれども、100均のもので十分だと思います。こちらの吸水キャップはどうやって使うかというと、このようにペットボトルの中に水を入れてキャップをつけます。このように土に刺しておくだけです。ポコポコいって水が出ていっているのが分かりますね。ちなみにこちらの商品パッケージにはですね、1日から2日くらいの不在時に使ってくださいと書いてあります。3日以上の使用は水がなくなってしまう原因になるそうです。心配になるのがこれで水が足りるのということだと思います。ペットボトルに水を入れて吸水キャップをつけてこのまま逆さまにしているとこうピューと水が出ていってしまうんですね。これってあっという間に水がなくなっちゃうんじゃないって心配になるかと思います。この吸水キャップはどういう仕組みになっているかは商品パッケージに書いてあるので読んでみますね。吸水キャップは土壌の水分が不足するとキャップの穴からペットボトル内に空気が入り水が出る大変便利な園芸用品です。土壌が水分で満たされるとキャップの穴を塞いだ状態となり水の出具合が緩くなったり止まったりします。つまり水が穴から出続けているわけではないということなんですね。土が乾いたら水が出て、土が十分に湿ったら水は出ないというすごい仕組みになっています。もし心配だったら旅行前に試しておいた方が安心ですね。水が出る量が多すぎるなと感じる場合は吸水キャップの穴をセロハンテープで塞いで手芸用の針で穴を開けてみてください。穴が少し小さくなるので水の出る量が抑えられます。とても便利な吸水キャップなんですが、一つ注意点があって、このペットボトルのラベルはそのままにしておいてくださいということです。ラベルを取ってしまうとペットボトルがレンズの役割になって日光を集めてしまって引き起こされる収斂火災の原因になる恐れがあります。もし旅行中に火災が起きたっていうのはもうシャレにならないですよね。なのでペットボトルを使う場合はこのようにラベルを剥がさないようにしてください。それからペットボトルの重みがあるのと、このように高さがあるので小さい鉢に刺すと鉢が倒れる恐れがあると思います。なので小さい鉢ではなくこのようにある程度大きい鉢向けですね。吸水キャップを設置した次の日の夕方です。水は空っぽになりました。水の減り具合は鉢の大きさや根の張り具合にもよると思いますが、やはりパッケージ通り1日から2日間の不在時に使うのが良さそうです。長期間家を空ける場合は次にご紹介する方法で対策するのがいいと思います。次に200以上の旅行をする場合とベランダガーデニングをしている人の場合におすすめの方法をご紹介します。それはビニールプールなどに水を張ってドボンと鉢を入れてしまう方法です。腰水と呼ばれている方法ですね。腰水をするのは子供用のビニールプールでもいいですし、ホームセンターに売っている大きめの容器、それからこのように使っていない衣装ケースとかでもいいと思います。もう鉢植えが入る大きさのものですね。それだったら何でも問題ありません。ここに水を入れておいて鉢植えを入れていきます。どういうことかというと、この鉢植えの底からですね、水を吸っていくんですね。鉢底から水を吸うといったら、こういった園芸用のお皿もあると思います。でもお皿だと浅いのでこの分しか水が入らないんですよね。暑い夏場はすぐに水が足りなくなってカラカラになってしまいます。なのでお皿を使って底面吸水させる方法は長期間の旅行の場合にはあまり向きません。こんな感じで大きな容器で腰水をする方が水の量が多くなるので水切れする心配がありません。では実際に腰水をやってみましょう。私はこのように使っていない衣装ケースがあったのでこちらを使うことにしました。
場所はできるだけ日陰から半日陰で管理してください。日中気温がかなり上がるので、直射日光に当てていると、この中に入れている水が温水になってしまいます。温水になると植物が枯れる原因にもなりかねません。なので、干し水をやる場合は日陰から半日陰で管理するようにしてください。ベランダでどうしても日陰になりづらいという場合は、すだれとかよしずなので日差しを遮ってあげるといいですね。すだれやよしずは100均やホームセンターで買うことができます。ではこちらの大きめのケースに水を入れていきます。水を先に入れても鉢を先に入れてもどちらでもいいかとは思います。でこのように鉢植えを入れていきます。水にドボンとつけるといっても植木鉢が丸ごと入るぐらい水を入れてしまうと根が呼吸できなくなって最悪枯れてしまいます。なので鉢底が水に浸かるくらいでいいですね。私は今このスリットがちょうど隠れるくらいの水の量にしています。量がわからないという場合は旅行前に一度腰水を試してみるといいですね。試しにやってみてどれくらい水が減るのかを見てみるのがおすすめです。腰水はもうこれで終わりなんです。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。容器を用意して水を入れて鉢をドボン、たった3ステップでできますし、用意するものも少ないのでめちゃくちゃ簡単です。面倒なことをやろうとすると設置も後片付けも辛くなってしまいますからね。楽な方法を選んでいきましょう。ただし腰水はものすごく楽でおすすめなんですが、注意点があります。腰水は旅行など長期間留守にするときだけにしてください。腰水はめちゃくちゃ楽な水やり方法なので、日常の水やりでもできるのではと思うかもしれませんが、緊急のときだけにした方がいいです。というのも常に水が浸かった状態になると根がうまく呼吸ができなくなって根腐れしてしまう場合があるからです。それにボウフラが発生することも考えられます。これらの理由から腰水は普段はやらない方がいいと思います。それから鉢植えが大量にある人は全ての鉢を容器に入れることができないかもしれません。実際に私もかなりたくさんの鉢植えがあるので全部腰水にするのは無理でした。その場合は腰水と他のグッズを合わせて使うといいですね。こちらが腰水をやった2日後の様子です。容器が大きいからか水がまだ残っていて植物も生き生きしてますね。このままもうしばらく耐えられそうです。やはり旅行中の水やりは腰水が手っ取り早いなと感じています。この後便利な水やりグッズも紹介していきます。では旅行中の水やりの便利グッズを紹介していきます。一つ目はこちら、 Amazon で見つけた水のお留守番です。これは高分子吸収ポリマーなんですね。高分子吸収ポリマーって何かって簡単に言うと、おむつの中身などに使われているものですね。高分子吸収ポリマーは水を吸って150倍から200倍まで膨らみます。それで土が乾くとともに水を土に戻していくという商品です。実は私もおむつの中身を土に混ぜたら水やり楽になるかななんて考えたことがありました。もうすでに商品化されていましたね。この水のお留守番は土に混ぜておくと約3年間も効果が持続するんだとか。すごい長持ちですよね。実際に使ってみますね。培養土に混ぜる量は培養土1リットルに対して水のお留守番 1g です。植え付ける場合は培養土に混ぜます。もうすでに植物が植えてある鉢植えの場合は割り箸とかで6から7箇所穴を開けて水のお留守番を入れていきます。ネット通販の口コミを見ていたら、水のお留守番の量が多すぎたので水をやったら溢れ返ってしまったという人が多かったです。たくさん水を吸ってほしいからといってたくさん水のお留守番を混ぜると後々片付けが大変になる恐れがあります。培養土1リットルに対して水のお留守番 1g という量を守るようにしてくださいね。鉢からこぼれ出て大変なことになるみたいです。ただ普通に使えば全然問題ありませんでした。このまま水をやってしばらく様子を見たいと思います。
次の日の様子がこちら。場所によっては乾いていますが、ポリマーが残っているところはこのように湿っています。ポリマーは触ってみるとベタベタした感じですね。確かに保水性は高そうなので、数日間水やりしなくても済みそうでした。水のお留守番の Amazon のページは概要欄に載せますので、ぜひご覧ください。水やり便利グッズの2つ目はソーラー自動乾水機の水やり花子です。水やり花子はソーラーなので電源不要、水道につける必要もありません。だから水道から外れて水が出しっぱなしになっていたという心配もないんですね。旅行で留守にしている時に電源とか水道のトラブルになることだけは避けたいですよね。水やり花子ならその心配がないので旅行向きの自動水やり機ですね。水やりのノズルは全8種類26個あります。実は私2年前に水やり花子を買ったんです。でも当時家族の体調不良で旅行を泣く泣くキャンセルしたので使わずに眠らせていました。それ以降実は一度も設置していなかったんです。途中までは組み立ててみたものの、水やりのノズルをどうやって設置しようか考えている間に面倒になってしまいました。面倒くさがりの人はちょっと向かないかもしれません。でも今年は設置してみようと思います。別の動画で改めて紹介しますね。水やり花子も概要欄にリンクを載せます。他にも旅行中の水やりで毛細管現象を使った水やりの方法があります。毛細管現象とは、液体に細い管を入れた時に管の中の液面が管の外の液面より上もしくは下に移動する現象のことです。 Amazon などでキットが売っていますし、紐で自作することもできます。やり方はペットボトルやバケツなどに水を入れて紐で鉢に橋渡しをします。紐は土の中に埋めてしまった方がいいですね。簡単にできる水やり方法なんですけれども、一つ一つの鉢に設置していく必要があるので設置がちょっと大変です。ズボラガーデニングな私にとってはハードルが高い方法なので、知識としては知っているんですけれども、やったことはありません。干し水とかの方が断然楽ですね。今回の動画では旅行中の水やり方法についてズボラガーデニング目線で解説しました。1泊編200以上&ベランダガーデニング編、水やり便利グッズ紹介の3部構成でお送りしました。1泊の旅行編では日陰から半日陰に移動して朝たっぷり水をあげるだけという方法、それから100均の給水キャップを使う方法、200以上&ベランダガーデニング編では干し水を紹介しました。干し水とは大きい容器に水を入れて鉢をドボンと入れる方法です。続いて便利グッズ編では水のお留守番、こちらは高分子吸水ポリマーです。それからソーラー自動水やり機の水やり花子をご紹介しました。手順の多い水やり方法は設置も片付けも大変なので、簡単なものだけを厳選して紹介しています。もし鉢植えの数が多いという場合は、今回紹介した水やり方法をいくつか組み合わせてみてもいいですね。ぜひやってみてください。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価をお願いします。今後もズボラガーデニングについて発信していきますので、気になる方はチャンネル登録もお願いします。ミューニアチャンネルでは公式 LINE をやっています。LINE 登録特典として無料のズーム相談会を実施しています。お庭のこと、植物のこと、もし困っていることがありましたら、お気軽にお申し込みください。概要欄からタップして友達追加していただくだけで LINE 登録できちゃいます。ぜひ私とお友達になってください。今後もミユニワチャンネルでは、できるだけ手間をかけないでガーデニングを楽しむズボラガーデニングについて発信していきます。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。